小川聖子は、日本の囲碁騎士。日本棋院所属。北に実る九段門下。夫は、俳優の山本慶。福井県福井市生まれ、愛知県名古屋市育ち。6歳でごを覚え、小学4年の頃から酒井敏夫八段の紹介で、日本棋院中部総本部に通う。14歳時に、全日本女流アマチュア囲碁選手権大会で優勝。 おかっぱ本因坊として話題になり、これを機会に、北に実るのうち弟子となり18歳で、プロ騎士になった。1970年入団、71年2団、74年3団、75年4団、92年5団、95年6団、2008年、500勝達成。1977年、指導後を通じて知り合った俳優の山本慶と結婚。 1986年、長女を出産後に女流本因坊を獲得して話題になった。1984年から出産休暇1年を挟んで10年間、NHK 杯テレビ囲碁トーナメントの聞き手を担当。40代からは、囲碁の普及活動に力を入れ、2010年に騎士会会長となり、同年9月19日、心の歌10、優しい囲碁入門講座開催。 2012年から2014年には日本棋院の理事を務めた。スポーツ放置では90年8月25日付から詰子連載を29年間務め、2011年から青葉香織の後を引き継ぐ形で週刊新潮でコラムを連載していた。2014年に大腸がんを発症し翌年再発。2019年11月15日、病気のため急性。 68歳没。吉永さゆりとは、孔子ともに交流が深く、千年の恋光る、源氏物語では、囲碁シーンを指導。吉永は、小川の旧姓に絶句したという、ありがとうございます。